はい、こんにちは。今日もですね、私のホームグラウンドでございます古賀島にやってまいりました。今日もですね、先日上げさせていただきました動画と同様ですね、南駐車場からですね、登山してみたいと思います。今日の天気なんですけどね、もう見てください。ちょっとね、もう天気ね、多少雨降ってますね。まあそういったことでね、天気悪いんですけれども、天気悪い時でもですね、楽しめる古賀島の魅力ということでですね、そういったちょっとしたマニアックなね、コースをご紹介したいと思います。それでは行ってきます。お願いします。はい、今日もですね、滝ルートから行ってみたいと思いますんで、こちらね、左に曲がって行ってみたいと思います。南駐車場から歩きまして約18分です。今日もですね、不動の滝スポットですね、到着いたしました。よし、今日はね、またちょっとこっからですね、ルートをね、先日と変えて、ちょっとね、マニアックなルートで、ね、攻めてみたいと思いますね。はい、こちらですね、いつもの不動の滝でございます。相変わらずですね、何度来てもいいとこですね。天気は雨ですね。雨の中滴り落ちるこの不動の滝、そして滝神社、はい、今日はですね、この不動の滝からですね、西側に向かいまして、まだちょっとね、マニアックなルートに進めていきたいと思います。こちらですね、ロッククライミングのね、ルートになってますんでね、すごい岩場ですね。もうすでにですね、もうガスがかっておりますんで、幻想的なですね、風景がね、このように広がっております。うわ、すげえな、まあ、すごい、直角のですね、岩場でございますね。すげえわ。よいしょ。はい、こちらですね、さっきがですね、不動の滝なんですけれどもね、厳密に言いますとね、もう一つの呼び名が御滝という名前なんですけど、ここがですね、女滝ですね。水の量はですね、若干御滝よりも少ないんですけれども、かなりね、ここもホラー穴になっててね、幻想的になってます。こちらになっちゃうとほとんどね、人が入ってきませんので、もうかなりね、マニアックなルートになってますね。まあ、ほぼこちらは人が来ないような状況ですね。相当マニアックです。こちらはですね、弁天様ですね。ここもね、切り立ったですね、断崖絶壁にホラー穴がね、このようにできてるんですけども、ここはね、以前3つ祠が立ってたんですけれどもね、壊れてなくなってしまいまして、弁天様、天狗の宮、風雷神かな、まあ、そんなようなですね、ちょっと名前がね、はっきり覚えてないんですけれどもね、3つですね、本当はね、ここは以前祠があった場所なんですけれどもね、まあ、すごい幻想的でございます。奥ね、進んでいきますと、まあ、このようにですね、神様が祀られているんですけれどもね、まあ、このように、以前はね、こう基礎はまだ残ってますね、あったんですよね、神様が祀ってあったんですけどね、すごい童心にね、こういうとこ来るとね、本当戻れますよね。いやー、すごいなあ。これです。弁天天狗宮風神雷神ですね。もう1725年ですからね、もう相当なこれ歴史がございます。すごいです。こちらにもね、石碑がございますけれどもね、
まあ相当これ歴史あるでしょうね。これね、横から見るとねこんな感じですから、本当にこの幻想的でございますよ。いやまさにアドベンチャーです。今ですね、女滝の横のですね細い背の高いね小枝かき分けてね上がってきたんですけど、地形図ちょっと見ましてね、おそらくですねこれルートですね、新しいルート発見しました。ちょっと今回ここね初めて行きますけれども、どんなねルートになってるか、まあもしかするとちょっと途中撤退する可能性もあるんですけれどもね、行ってみたいと思います。いや相当これマニアックですね。はい、今ねちょっと激マニアック断崖絶壁のですねところにね、やはりね私が睨んだ通りルート発見しました。これ落っこったらもう下10メーター滑落ですね。要注意でございます。上も崖でございます。そして横を見ると間違いなくこのようにねロープ張ってあるんでね、これはルートですね。相当マニアックなですね上級者のルート発見しましたね。まあ、とにかくね一歩一歩気をつけて行ってみたいと思います。はい、今ねこの断崖絶壁10メーターですね、ここねロープがあったと思うんですけれども、これね私もこれ今ロープなかったらこれ登れないですね。ちょっとこれ一般の方はね相当危険でございます。要注意でございます。はい、さらに進んでいきたいと思います。はい、ラストね、もうもはやねこれもうルートなんでしょうか。まあ一般の方はね絶対これ入っちゃいけないところだと思いますね。激マニアック、この岩場のね激マニアックラスト、この岩場ね登っていきたいと思います。下りがこんな感じね、なかなかでございますね。はい、今ですね激マニアックな稜線をですね登りきりました。こっからねまたさらにね、稜線歩きになりますけれどもね、ここへルート来ちゃえばねもう楽でございますね。はい、で次はね中岩っていうですねまあいいスポットがあるんですけど、そちらの方向かってみたいと思います。はい、今ですねこちら背中当て山っていうんですかね、こちらに到着しました。なかなかですねマニアックな、ね、ルートでございますが、これからですね中岩方面に向かっていきたいと思います。中岩はですね、あちらですねあの断崖絶壁のピークなんですけれどもね、向かっていきたいと思います。はい、あのね、上がですね中岩だと思いますけども、ラストなかなかな岩場の登りですね。気をつけてマニアックコース一歩一歩踏みしめていきたいと思います。展望もねここはもうすでにいいんですけれども、ガスがかかってますね。よっしゃ、今ですねこの切り立った岩場をですね、まあ、半クライミングで登ってまいりました。こちらのね場所は私の大好きな場所でございます。中岩でございます。ここはですね、古賀志山のですね本当にゴジラのですね背中の真ん中部分ですね、そう思っていただければと思います。一番ですね私の中で古賀志山で一番展望がですねいい場所だと思っております。しかしね残念ながらこのように今真っ白なガスに覆われております。前方下に見えますね小ピーク、あれが先ほどのですねまた急な崖をね登り切った背中当て山っていうんですかねの部分ですね。いやここまで来ちゃえばねもう安全でございます。まあただね、まあ、油断することなくしっかりと一歩一歩踏みしめてこれからまた進んでいきたいと思います。こちら見えますのが先日ご紹介いたしました御嶽山ですね。いやいいですね、いつ来ても素晴らしいところだと思います。はい、今ねこの切り立ったですね断崖絶壁の上にねいるんですけれどもね、
まあ、ちょっとね雲も晴れてきたですね。ガスも若干ですけれどもね、ガスも切れてきましたけれどもね、まあ、この下はねもうこういう状況ですね。今からね隣のピークに行こうと思うんですけれども、今ねこのように鎖降りてきます。このね鎖があると随分ね、メジャーな感覚がありますね。鎖がないと本当に神経使います。すごく安心します。集中して降りたいと思います。はい、今ですね二尊岩というですね岩を通過しています。こちらね岩場の切り立った岩のですね今ね、稜線を歩いているわけなんですけれどもね、二尊岩こちらになります。かなりちょっとね逆光で見づらいんですけれども、このようなねかっこいい岩になってますね。かっこいいですね。この先にですね赤岩山っていうですねまたピークがあるんですけれどもね、今日はですね、まあ、時間もちょっとね迫ってきちゃったんで、赤岩山手前のですねこちらの分岐ですね、こちらで下山の運びを取りたいと思います。はい、こちらはですねパラグライダーの滑走路ですね。こちらに到着いたしました。まあ、私はですねちょっとこう見えましても高所恐怖症なんでね、パラグライダーはちょっとできないですけどね、なかなかこれ晴れてればねもっとね気持ちがいいんですよね。今ですねこちら岩場にですねこのようにね長いはしごがねかけられてるんですけど、これを降りてきました。そしてねこちらにございますのがですね、やはりこちらもね洞窟みたいになってますね、こちら奥の院というですねまた神聖なる場所でございますね、こちらもね本当に水がねこのように湧き出ておりますけれどもね、パワーそしてね歴史を感じますね。すごい神秘的でございますよ。それでは下っていきたいと思います。はい、今ね奥の院からさらに、ね、下ってきますとねこちらに大日堂というですね神聖なるスポットがございます。こちらもですねまあいろいろですねお地蔵さんであったり観音様ですねであったりですね、このような感じでですねまた切り立ったですね岩の下にね、祀られております。すごいんですよ。でこちらもね歴史のあるですね石碑ですね。すごいですね。安ちょっと漢字がよくねよくわかんない、安長久東四天四月、これは何て読むんでしょうね、これね何時代でしょう、まあ、相当これ古い時代のね石碑だと思いますけれどもね、まあね本当に歴史をねこういうね私はスポットが大好きでございましてね、本当に、ガンダーラと言いますかね、このような素晴らしいスポットでございますね。はい、またですねこちらスポットに到着しました。荒沢滝でございます。またね古賀志山はねこういうね本当にスポットがね点在するんですよね。見てくださいこのまたね壮大な切り立った岩、ここのね荒沢滝もねすごくこの岩の感じがですねかっこいいですよね。これねもう完全にね直角どこじゃないですね、えぐられていてね、まあ、そこに滴り落ちる滝でございます。まあ岩の高さはですね優に
柱 2,3 メーターありますね。すごい、一枚岩すごいです。迫力がありますね。あーすごい。やはりね、パワーが宿ってると思います。すごい。はい、不動のね滝の分岐に到着しました。これからですね滝ルートで下山の運び取りたいと思います。はい、今ですね無事に下山完了しました。天気予報通りですね、今ちょうどお昼なんですけれどもね、雨が降ってきました。久々にですね山登っててね、今日はね怖かったですね。まあ、そういったことでね、またね詳しい解説は家に帰ってねしたいと思います。それではお願いします。はい、いかがだったでしょうか。今日のですね古賀志山のルートのですね解説の方ですねしていきたいと思うんですけれどもね、今日のですねルートなんですけれども、下山直後にね撮影で思わずね口にした言葉ということでですね、本当にね改めて思いますけれどもね、久々にですね登山をしていて怖かったですね。本当怖かったです。まあそういったことでですね、相当な今回ね、マニアックなですねルートでございますね。まずですね、まあ今回南駐車場に停めまして、で通常のですね滝ルートでですね、登っていって、本来ならばですねその滝ルートまっすぐ行けばですね、まあ先日ご紹介しましたね御嶽山山頂に向かうんですけれどもね、それじゃちょっとつまんないんでね、また別のですねちょっとマニアックなですねルートということでですね行ってまいりました。で不動のですね滝からですね今度分岐になっておりますんで、さらにですね西側の方にですね向かってですね行くことにしまして、でこちらがですね本当にですね神々がですね宿っているですね祠とか石碑とかですね、あとは滝ですね、そういったものがね楽しめますんで、まあ、天気がね悪くてもねすごくですね楽しめるルートなんですけれども、今回はですねあの女滝ですね、からですね直通ルートということで新しいルートですね発見いたしましたね。女滝からですね、背中当て山ですかねに向かいます直通ルートですね。このですね新しいルートを発見した時のねこのテンションの上がり方といいますかね、本当童心に帰るといいますかね、まあ、そういった楽しみがあるんですけれどもね、まあ、そういったことでですね女滝から背中当て山までのルートはね、まあ、ルートっていうルートでもないんですけれどもね、相当な急坂でございます。で最終的にですね、背中当て山からですね中岩にかけては本当遠のですね、まあ、岩登りというような状況ですので、しかもねマニアックすぎちゃって鎖すらないんですね。ですので本当にクライミング状態でですね、登っていかなくちゃいけませんので、まあ、相当なですねこれマニアックなね、背中当て山から女滝からですね中岩までの直通ルートはね、まあ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 、まあ本当に、怖かったですね久しぶりに。まあそれでですね、まあ、中岩まで、登ってしまえばですね、あとはもう通常のルートになってますのでね、そこからですね赤岩山方面に、西側にね向かいまして、二村岩ですね通過いたしまして、パラグライダーの滑走路経由でそこからですね、下山いたしましてね、で奥の院大日堂荒沢滝ですね、それにかけてはまたですねこの歴史をですね感じられるねパワースポットだと思いますね、これね。そういったことで今回のねこのルートはねまさにですねアドベンチャールートというようなね楽しい山行きでございました。でまあ今回のまあ注意点といたしましてはですね、もう全般的にですね危険なルートでございますので、正直申しましてね初心者につきましては厳禁ですね。これ一歩間違っちゃったら本当にですね何十メーターの滑落というような大事故に、ね、なってしまいますんで、特にクライミングのある程度技術をですね、有している方ではないとですねもう危険なですねルートでございますので、
要注意でございます。まあ、私もですねこれ登ってますけれども、いつでも脱出できるように、まあ、30メーターほどのですねロープは常にねこういったルートをですね、攻める予定の時はですね、必ず持ってますし、あとはまあ私自身ですね、まあ、ロープワークですね、そういったものも、知識とですね技術というものである程度身につけておりますのでね、まあ、直角のですね、まあ、効果技術そういったものも有してますので、まあ、そういった方ものがねない方はですねこれ本当に滑落危険大、初心者厳禁ということでですね、まあ、今回はね本当に超マニアックなねルートをご紹介いたしました。まあ、そういったことでですね、また山動画の方もね上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。最後まで見ていただいてありがとうございました。今回のネタが良ければグッドボタンをお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。